はい、毎度どうも、日内丸でございます。こんにちは。今回は HBRA3 ハブラ3のサイレンを使っていこうと思います。銃の感じはこんな感じです。真っ黒な銃にね、青と赤でね、サイレンがくる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 回ってる感じでね、とっても綺麗な感じの模様にも見える迷彩なんですけども、カスタムはこちら。機動性と射程距離を上げて命中率と操作性を下げるっていうようなカスタムになっています。まあ、命中率と操作性がかなり下がってるんで、ロングショットを入れてダメージの射程距離を伸ばしてるとはいえね、遠くを狙うのはちょっとまあブレるんじゃないかなっていう感じがするんですけども、まあ、ストックなしなんでね、機動性を上げる分でこうカスタムしてあるから、やっぱ敵に近づいていって倒しなさいよっていうようなカスタムなのかな。まあ、自分はあんまりキャラコンとかがねできないんでね、あんまり敵に近づいて倒すの苦手なんですけども、まあ HBRSE ハブラ3のサイレンのカスタムがこれなんでね、この運営カスタムのままで戦っていきたいと思います。ではまあ行ってみましょう。レッツラゴー。はい、場所はクラッシュ、行ってみようぜということで、左の方から曲がっていきましょう。おお、前の人も曲がっていってるね。ん、どうだろう、同じ道行くのかな。あ、撃ってくれてる。あ、ありがとう、ナイス。あ、右の方行く。じゃあ自分は左の方行って、リスの方を狙ってようかな。おお、いきなり敵が、はい、倒して、わあ、あそこ行けるか、撃てるかな。ちょっと自信ないけど。おお、当たった当たった。オッケーオッケー。はい、リロードして。あー、弾がちょっと、ダメージがちょっと小さいような気がするね。やっぱり遠いと。いくらロングショット入れてるって言ってもね。さあ、倒せるかな。オッケー、倒して。おお、なんだ、右に行った人。こっち来たの。お、危ねえ、グレネードにやられるとこだった。こっちもグレネード掘って、ハンターキラードローン発射。あれ、何にやられたの。ん、誰が何にやられたのかよくわからなかったけど。さあ、リロードして。ラジコン出して、あ、ラジコンそっち行こう。いや、違うのかよ。いや、ラジコンほんとちょろちょろするな。頼むよ。お、なんだ、グレネードか。あ、やられちゃった。グレネードでやられちゃったね。あの、ショットガンの人かな。多分あれ、KRM のなんかレジェンドだと思うんだけどね。さあ、右の方にどんどん行きましょう。今度はマンションの下から行ってみようかな。あ、右に敵いるね。あ、それは誰か撃ってくれてるね。もうちょい右出て。オッケーオッケー。あー、ちょっと当てれなかった。はい、リロード。はい、撃って倒して。で、そのまま、こっちの建物に入ろうかな。はい、リロード。上に上がって、ここで狙えるかな。あー、隠れちゃった。あー、どうしようかな。グレネードをちょっとお見舞いして。どうかな。オッケー、ナイス。はい、リロードして。これいない？下にいると思うんだけど。あ、いたいた。倒して。あ、お味方さんだった。危ない危ない。もうちょっと撃つとこだったよ。はい、リロード一応しといて、入ってくるのを狙いましょう。どうかな？入ってくるかな？あ、向こう行っちゃってんのか？いや、入ってきたね。あ、こっち来ないのか。よし、オッケーオッケー。ヘッドショットしたんでね。まあまあまあ、よしとしましょう。ラジコンで止めてもらって、はい、倒して、ああ、誰かラジコンで止めてる人倒しちゃったよ。まあいいか。ここいる？いない？じゃあハンターキラードローン。おお、掘ったけど、あ、間に合わなかった。おお、無傷？あら、まあ、ハンターキラードローンあんだけ近くで掘ったのに、何のダメージも与えてなかったのか。悲しいね。まあまあいいか。じゃあ左の方からもう一度行きましょう。さあ、どうかな？ここいるかな？また敵さんがいない。ちょっと右に曲がって回ってみましょうか。あれ、いないね。ん？後ろいるのか？よし、ちょっとシャドーブレードでぐるぐる回ってみましょう。いない。んで、持ってこっちから出て、ん？今、後ろから撃たれたような気がしたから、こっちいるか。あ、いた！はい、切り捨てごめんと。はい、こっちに逃げたように見せかけて、切り捨てごめんと。で、もう一丁切り捨てごめんと。さあ、今度はこっち入って、あー、そこで誰かやられてるね。もう切れちゃった。もう敵のど真ん中で切れるの怖いね。いや、なんかめっちゃすごい音いろいろしてるけど。さあ、ここにもう一度登って一旦体勢を立て直しましょう。リロード。はい、向こうに行ってますね。倒して、でも
って今度こそハンターキラードローン発射、当たってくれよ。どうだ、当たらなかった。はい、ラジコン、あれラジコンどこ行った、ん、どう動いた。早すぎて見えなかったけど下でちゃんと止めてたんだ。ごめんごめん、ラジコン無駄にしちゃったよ。来ない、あ、来たけど、ちょっとこっちに行って、降りて、はい、腰ダメで粉砕。ちょっと今やばかったね。降りて、いない？あ、いなかった。こっちは？あ、こっちいたね。はい、倒して、でもってセントリーガンをここにギリで置いて、うわ、後ろから撃たれてる、やばい。あ、こっちの通路から来た人に撃たれちゃったよ。あ、終わったかな。はい、勝利、50対47、ジジイ MVP いただきました、ありがとうございます。いや、これグレネード結構当たってたんだな。いや、よかったよ。っていうかグレネードばっかだし、いやいや、銃で撃ってるとこ映してくれよ。せっかく頑張ったのに。はい、デートは85でした。味方さんにいいねを入れて、今回の妹はポーズにしてみました。いや、なかなかいいんだけど、なんでかこのポーズだけはよくわかんないけど。いや、決まったな、ポーズ久しぶりだな、この妹使うの。はい、相手さん方にもいいねを入れまして、戦績の方を見ていきましょう。22キル3です、4アシストでした。あ、2位の人も20キルしてくれてますね。いや、これはもうチームでなんとかね、勝てたっていう感じですね。いや、よかった。はい、どうだったでしょうか。 HBR-S3 ハブラ3のサイレン使っていきましたけども、まあロングショットがついてるんで、最初に言った通り2メートルか3メートルくらいはおそらくこうダメージのね、射程が伸びてるとは思うんですけども、遠くになったらあんまり、まあそこまで恩恵を感じるかっていうと微妙なところなんで、それよりももう命中率と操作性が下がってることによってブレることの方の方がちょっとうーんって感じですかね。まあ、あとはまあ余ってるスロットに、だからまあレッドドットサイトを入れて狙いやすくするか、そうだな、マズルをこう変えてみてね、ちょっともうちょっとこう命中率と操作性のバランスをとってみるっていうようなカスタムもいいんじゃないですかね。まあ、この銃に関しては新しくなったラッキーボードの紫枠なんで、もしよかったらね、宣伝を見てくるくるくるって回してね、当ててゲットしてもらうか、まあその当てるのがちょっと難しいなこれはっていう感じだったら、もうラッキーボードのラッキーコインをね、1000ポイント分貯めれば交換できるんで、それでゲットしてもらって楽しんでみてください。もしね、まあラッキーボードはちょっとな、まあもう回すのめんどくさいなっていうようなね方がいらっしゃったら、このハブラ3HBRA3 のサイレンのカスタムをそのまま自分のノーマルのハブラ3に持っていってもらえれば、銃の性能としては全く一緒になるんで、それを使って楽しんでみてください。ではまた次回を待て。